リーグ再開に向けてですね、我々3人でいろいろ話をしていきたいと思います。とりあえずはすごい睨まれたんですけど、何か俺が質問するみたいな感じで、 J1 今から始まりますけど、 J1 でどんなプレーをしたいとか、今後の意気込みをよろしくお願いします。この前もうまず本当にメンバー入りしてね、試合に出ないときに出るところまで早く行きたいなと思いますし、やっぱゴールですね、ゴールを上げてチームの勝利に貢献したいですね。まあ、やっぱチームの象徴ですからね、ガさんは。象徴じゃない。皆さん、フリーキック、はい、フリーキックと、フリーキック3点。最低さん、ほら、自分の記録も伸ばせたり、例えば、なんですか、最年長ゴールが、うん、最年長ゴールがやっぱり決めて、ちょっと、数ヶ月だけもらっといて、もらって実は持ってて少ないけど、最初もらって、その後に1ヶ月くらいはその余韻に浸りたいです。ゴール決めたら本当に最年長ゴールですからね。そうだよ、そうだよ、うん、そこはやっぱライバルですから、しっかりとお互いがそういう気持ちでいればね、そうですね、チームが勝つってことだからね。僕はあの記録とかじゃなくてですよ、ただ単にあのオーバーヘッドとかね、またねまたね、アクロバティックアクバそうそう、アクロバティックなやつをやれればもうそれだけで十分なんですよ。なんかでも一人用バーをするどうしようかなと思ってますけど、まあやってください。ただ単にアクロバティックした後にやってもらえたいいじゃん、メディアリーがいいじゃん。そうっすね、一人カズダンスというか、そうで、カズダンスを目指しましょう。目指しますね。で、翔さんはフリーキックから、はい、3点になって、で、大輔はアクロバティックなゴールを決めた後の、はい、一人抜かない静かなよ。アクロバティックからの静かなよがやりたいと。そうするとチーム盛り上がる、ハッピーですよ、はい、ハッピー。Yeah.